アンドレ・デュメリル、オーギュスト・デュメリルはフランスの動物学者である。マリー・フィルマン・ボクールの中米の博物学的探検の科学的成果に貢献した。パリに生まれた。父親のアンドレ・デュメリルも動物学者である。パリ大学で学び1844年に比較生理学の助教授になった。1857年から パリ自然史博物館の爬虫類、両生類、巨類の部門の教授になった。1869年にフランス科学アカデミーの会員になった。1851年に父親と共に爬虫類標本の体系的一覧を出版した。1864年から1866年の間、マリー・フィルマン・ボクールのメキシコ及び、 中米の博物学的探検の報告の作成に参加し、爬虫類、両生類の項目を執筆したが、デュメリルは、夫婦戦争時のパリ包囲戦中に没し,し、執筆は、ボクールや、レオ・ンマイ・アンラによって続けられた。1865年と1870年に、野生魚の自然史と、一般魚類学が出版された。 ニュージーランドジャーナルオブズーロジーオーガスト1977ハットエチュードシュールレレプタイルズイレベトレーションス。ありがとうございます。